成田空港は時代遅れ、インチョン国際空港の方が断然優れているに決まってる。成田空港を批判している一人の男性がいます。一体何が起こったのでしょうか。皆さんはなぜ日本の空港が外国人に人気があるのかご存知ですか。その理由の一つが清潔感です。日本の空港のトイレや公共スペースはいつも綺麗なので待ち時間も快適に過ごせます。また多くの外国人は日本の空港サービスが非常に効率的で時間厳守であることを高く評価しているようです。日本の空港は飛行機の遅延がほとんどなく乗り継ぎもスムーズで信頼性が高いと考えられています。さて今回は日本の空港に良いイメージを持っていない韓国人男性のエピソードをお届けします。男性は日本人女性と話す機会を得てあるショックを受けます。果たしてその後彼は何を感じたのでしょうか。早速見ていきましょう。彼の名前はローン、韓国人男性です。彼は韓国のインチョン市中区にあるインチョン国際空港でグランドスタッフとして働いています。彼の日常業務には空港がスムーズに運営されるように航空会社や乗客と協力することが含まれます。例えば飛行機の到着と出発の手続きのサポート、乗客のチェックイン手荷物の処理、飛行機の遅延やキャンセルへの対応などがあります。彼は日中様々な国からの観光客と交流することが多く、中には言葉の壁がある人もいます。しかし彼は笑顔とフレンドリーな態度で多くの問題を解決し乗客に安心を与えます。彼の仕事はいつも忙しいですが、彼は飛行機の離陸や着陸、乗客の安全への貢献を誇りに思っています。彼は小学生の頃から空港のグランドスタッフとして働きたいと思っており、両親と一緒に空港によく行き、そこで飛行機を見るのがとても好きでした。以来、彼は模型飛行機を集めたり、航空雑誌を読んだりして、航空に関する知識を深めました。大学では、航空業界でのキャリアを選択し、卒業後、ついにインチョン国際空港で働く機会を得ました。採用された時、彼は子供の頃の夢が叶ったと思いました。彼はこう語っています。その時は本当に嬉しかったですし、自分の職場が子供の頃から夢見てきた場所だということで、充実感と誇りを感じました。現在、韓国には合計8つの国際空港があります。その中でもインチョン国際空港は彼にとって特別な空港です。インチョン国際空港はアジア最大の空港と言われています。ターミナル1とターミナル2には乗客に幅広い施設やサービスを提供する免税店がいくつかあります。また世界的な高級ブランドから韓国のユニークな商品まで幅広く取り揃えています。このことに関して彼は以下のように語ります。韓国コスメ好きにとって空港のコスメショップはとても魅力的なはずだよ。また空港内にはカフェやレストランも数多くあり、多国籍料理から伝統的な韓国料理まで様々な味が楽しめます。長時間の待ち時間に疲れた旅行者がいつでもくつろげる無料の休憩所もあります。シャワーブースも完備されています。シャワーは長時間のフライトの後にリフレッシュするのに最適だよ。インチョン国際空港には全てが揃っていて、空港はまるでショッピングモールのような雰囲気なんだと彼は言います。ある日ローンがいつものようにインチョン国際空港で働いていると困っている様子の外国人を見かけました。その外国人は空港で道に迷い不安そうにあたりを見回していました。ローンは外国人に向かって何かお手伝いできることはありますかと尋ねました。すると外国人はどこに行けば出口があるのかわかりませんと言いました。彼はアジア旅行中に日本を訪れた後韓国に来たアメリカ人男性でした。その男性は韓国語が理解できなかったので、ローンは英語でコミュニケーションを取ることにしました。そしてローンは地図を取り出して出口まで一緒に歩きました。彼は出口まで送りながらその男性に誇らしげに話しかけました。韓国は美しい場所がたくさんあって観光も素晴らしいですが、個人的には空港内にショップやレストランがたくさんあるので買い物するのに最適です。するとその男性は驚いた顔をしました。ローンはびっくりするに決まってると思いました。
韓国にはまだまだ観光できるところがたくさんあるのにもかかわらず、インチョン国際空港を推薦したからです。それほど彼にとって空港は本当に好きな場所なのです。男性の驚いた表情は自分が空港を提案したからだと思いましたが、そうではありませんでした。その男性はロンにこう言いました。インチョン国際空港も確かに良いところですが、成田空港の方が良いですね。正直、インチョン国際空港はとにかく大きいだけだと思います。ロンはとにかく大きいだけだという。その男性の意見が何を意味するのか理解できず、一瞬固まってしまいました。インチョン国際空港は素晴らしい空港であるはずだと信じているローンは、彼の言葉に腹が立ちました。しかし、ローンはその感情を表に出さずに、その男性を無事に出口まで同行しました。そしてその夜、ローンは仕事を終えて帰宅した後、今日の愚痴を自らの SNS に投稿することにしました。彼は昼間にその男性が言ったことが忘れられなかったのです。そしてローンはお酒を飲みながらスマートフォンに打ち込みました。彼の書き込みには日本の成田空港のことも含まれていました。日本の成田空港はハブ空港ではないので時代遅れだと思う。インチョン国際空港が有名なハブ空港として知られているのでそう思う。ハブ空港とは多くの国際線と国内線が運航されていて、旅客機を他の国や地域に接続するのに非常に適した空港のことを指すんだ。私は以前同僚から成田空港は国際線の拠点として非常に重要で世界各地への接続が数多くあるが、一方羽田空港は国内線の航空交通量が多く、日本の主要都市への接続が非常に良好なんだ。でもハブ空港と呼ばれるにはこれらの空港は国際線や国内線の発着拠点であるだけでなく、多くの乗り継ぎ客が利用する重要な拠点となる必要があるんだ。だから日本のこれら2つの主要空港はハブ空港とは呼ばれないんだよと聞いたことがある。さらに空港は乗り換えもあるから待ち時間が発生する場合がある。そういう意味では空港内や周辺に店舗や施設が充実している空港が理想だと思う。インチョン国際空港は免税店の品揃えが豊富で、一流ブランド品や韓国の特産品を購入することができる。その他ファッションアイテム、コスメ、家電、食品など様々なカテゴリーの商品が揃っている。そして映画を見ることもできる。だからこそインチョン国際空港が優れていると思うよ。成田空港はインチョン国際空港よりも小さく、空港内のレストランやショップはおそらくしょぼいだろう。インチョン国際空港周辺は開発が進み、高級ホテルや施設が続々と建設されている。それに比べ日本の空港はインチョン国際空港に比べてアクセスが悪く、近くに何もない。ローンはお酒を飲んでいて気が大きくなったことを少し心配していました。しかし彼はインチョン国際空港の素晴らしさを全世界に知ってもらおうとこのような投稿をしたのです。すると翌日、彼の SNS にメッセージが届きました。韓国に留学していたサエという日本人女性からの連絡でした。私の名前はサエ、日本人です。日本の成田空港と韓国のインチョン国際空港について書かれたようなので少しお話ししたいと思っています。それから昨日の投稿の発言を撤回してくださいと書かれていました。ローンは日本人から見たら自分の国の空港をからかわれるのは嫌だろうと感じ、酔っていたこともあったので問題の投稿について正式に謝罪しました。しかし彼はインチョン国際空港が成田空港よりも絶対に優れているという事実を諦めきれず、その事実も伝えました。その後すぐにサエから返信のメッセージが届きました。確かに日本の空港はハブ空港ではありません。そのため他の空港に比べて利便性が劣る可能性があります。しかし空港というのは乗り継ぎや海外旅行のための交通手段です。あなたはアクセスが不便と書きましたが、成田空港までは電車一本で行けます。そのようなメッセージの下には成田空港への行き方を記した画像が添えてありました。ローンはそれを見て、日本の成田空港には成田スカイアクセス線、京成本線、
JR などの電車でアクセスできることを知り、驚きました。また、成田空港からは、各地へのバスも運行されていました。それに比べて、インチョン国際空港に行くには、空港鉄道アレックスを利用するしかなく、選択肢は少ないです。そう考えると、日本の方がアクセスの選択肢が多かったのです。彼はまた、日本の成田空港のレストランについても、サエから学びました。レストランは、お茶漬けの専門店や、刺身、天ぷら、うどん、そばなどの様々なメニューを提供しており、様々な日本料理を提供するレストランがたくさんあります。日本が世界に誇る美味しいラーメンを、成田空港でもお楽しみいただけます。ラーメンには、醤油ラーメン、味噌ラーメン、豚骨ラーメンなど、様々なスタイルがあります。ローンがサエから学んだことの中で、一番驚いたのは、寿司屋でした。カウンターでお寿司を簡単に食べることもできますし、店内で巻き寿司を買って、フードコートで目の前で食べることもできます。サエは、実際に成田空港で食べられる、日本食の写真も送りました。写真には、新鮮な寿司の盛り合わせから、風味豊かなラーメン、美味しい焼肉、さらには郷土料理まで、幅広い選択肢が示されていました。写真を見たローンは、感動的な言葉を口から溢れさせました。何これ、美味しそう。メッセージに記載されているレストランの数から判断すると、成田空港のレストランの数は、インチョン国際空港よりも少ないことがわかります。しかし、質を重視しているためか、魅力的な店が多いと、彼は感じました。実際に彼は、外国人観光客に人気のお店がたくさんあります、と、サエに教わっていました。まず、一つ目はとんかつ屋でした。このレストランは、成田空港の第1ターミナルと第2ターミナルにある、日本のとんかつを提供する、チェーンレストランです。ジューシーなとんかつと、サクサクのパン粉が、外国人にも人気のお店です。二つ目の人気レストランは、ラーメン屋でした。ラーメンは日本の代表的な麺料理で、成田空港にはたくさんのラーメン店がありますが、この店はその中でも最も人気のある店の一つです。最後三つ目はうどん屋でした。うどん好きの外国人にぜひ訪れていただきたいお店の一つです。彼は日本の食べ物を食わず嫌いしていましたが、日本食レストランの美味しそうな写真には誘惑されました。自分の知らなかった成田空港の魅力を知り、サエのメッセージや写真を見て驚きました。正直に言うと、彼は最初はサエのメッセージが気に入りませんでした。なぜなら、彼は間違いなくインチョン国際空港の方が好きだったからです。しかし、いつしかサエの話を聞くのが楽しみになっていました。それから数週間、彼はほぼ毎日サエにメールを送りました。私は韓国の外に出たことがないので、日本の空港について初めて知りました。彼が正直に話すと、サエはこう答えました。ぜひ私にも、インチョン国際空港の魅力を教えてください。その後、ローンとサエはお互いの国の空港を紹介し合いました。ローンは最初は軽蔑していた成田空港の素晴らしさに感動しました。その中で彼はあることに気づきました。それは空港をどのように利用するか、何を求めるかによって空港の印象は変わるということです。インチョン国際空港は広くてお店もたくさんあるので、買いたいものは何でもすぐに買うことができたり、食べたいものをすぐに買って食べることができます。しかし、彼はそれを単なるレジャー施設、または空港のアウトレットとして見ていました。彼はグランドスタッフとして働いているため、休憩中に空港で買い物をしたり、食事をしたりしています。しかし、彼はそれが空港である必要はないことに気づきました。実際、空港で働いていなかったら、駅のそばのショッピングモールで、買い物をしたり、食事をしたりするだろうと、彼は考えました。その時初めて、空港で道に迷ったアメリカ人が言った言葉を思い出しました。とにかく大きいだけだと思います。ローンは、その男性は、インチョン国際空港は、空港として使用する点では、成田空港に負けることについて話していることに気づきました。その男性にとって、空港を利用する上で、最も重要なことは安全に着陸し、時間通りに到着することなので、ローンが空港を観光施設として紹介するのは、奇妙に思えたのです。ローンは少し自分を納得させることができました。そして彼は、日本の成田空港は遅れています。
と言っていた自分が恥ずかしくなりました。サエとメッセージを交換したことで、彼の考えは変わりました。彼は考えを変えてくれたサエに、とても感謝していました。それから、ローンは日本の成田空港に興味を持ち調べ始めました。すると、成田空港にも商業施設があることを知りました。成田空港は2015年に国内全施設の収益で第1位となっており、2013年から3年連続で1位を獲得しています。免税店、食品飲料、幅広い店舗が売り上げを牽引しました。また、成田空港の2015年の収益は1、169億円で、2位の御殿場アウトレットの891億円を大きく上回っています。さらに、成田空港では他の場所に比べてガチャガチャの売り上げが3倍から4倍あります。また、成田空港は他にも様々な点で1位を獲得しています。出入国在留管理庁では、ウェブサイトで出入国管理統計表というものを公開しています。これは日本に所在する港空港について、外国人入国者数、外国人出国者数、日本人出国者数、日本人帰国者数を月ごとにまとめ、速報値として発表しているものです。これにて、成田空港は2023年8月の出入帰国数は、215万5936人を記録しており、見事1位となっています。お盆の期間にあたる2023年8月10日から20日の11日間の旅客数だけを見ても、国際線国内線ともに2022年度の同時期と比べ増えており、特に国際線は同期比 368.7% となっていました。そして2022年に成田空港で扱った航空貨物の輸出額は15兆8400億円余りで、全国の空港や港の中で2年連続で1位となっています。高価格な半導体などの製造装置の輸出が順調に伸びており、東京税関によると2022年に成田空港で扱った航空貨物の輸出額は15兆8459億円で、一昨年より 20% 以上増えているのです。価格の高い半導体などの製造装置の輸出が 27% 増と順調に伸びていて、全国の空港や港の中で2年連続で輸出額が1位となりました。また、輸入額は20兆32億円と 24% 余り増えて、初めて20兆円を超えました。さらに、成田空港は、スカイトラックス社が実施する空港の格付け評価、ワールドエアポートレーティングで、最高位の5スター評価を獲得しています。スカイトラックス社の格付け評価は、空港の施設やサービスなど、カテゴリ別に、最大800の項目について、同社の調査員が、旅行者の目線で監査しており、各カテゴリと総合評価を1つ星から5つ星で格付けしています。この調査で、成田空港は先進的な保安機器の導入や保安検査場の拡張、世界トップレベルを目指したユニバーサルデザインターミナルの取り組み、飲食店フロア、ジャパンフードホールのオープン、空港スタッフの対応等が評価されているようです。このように世界的にも評価されていることを知った彼は、ますます成田空港に興味を持ちます。そして、成田空港のもう一つの人気の特徴は、宝石のように輝く夜景があるからだということにも気づきます。成田空港の運航は、通常午後11時に終了します。その後、滑走路や誘導路に埋め込まれた、航空照明の日常点検作業が行われます。この検査を開始するには、すべてのライトの明るさを、最大レベルまで上げる必要があります。そして飛行機のライトはどれもとても明るく輝いており、まるで宝石がセットされているように見えます。ローンはただでさえ美しい空港の夜景がさらに輝くだろうから、素晴らしい夜景になるだろうと考えました。そして彼が興味深かったのはリカバリーキットの話でした。リカバリーキットは航空機が事故で動けなくなった場合に迅速に航空機を移動させるために設計された装備です。機体を下から持ち上げるエアバッグやジャッキ、上から吊り下げるためのスリング、機体の姿勢を安定させるためのワイヤーロープなどで構成されています。リカバリーキットは世界中の航空会社が参加する組織である
イアットのメンバーによって共有及び所有されており、世界中に11カ所しかありません。日本ではそのうちの一つを JAL が保有しており、成田空港のハンガーに保管されています。成田空港のリカバリーキットは10年以上前にノースウェスト航空の飛行機がグアムに胴体着陸した際にも使用されました。これらのことを調べた後、特にハブ空港の利用に熱心だったローンは、空港として利用するには成田空港が最適であるとの認識を強めました。それから彼は一つのことを決めました。それはいつか日本の空港を単なる観光スポットではなく、飛行機の乗り降りの場所として実際に見てみたいということでした。彼はさえから、日本の成田空港はアクセスしやすい設備と清潔さが素晴らしいです、と聞いたことをきっかけに、日本の空港を訪れてみたいと思いました。成田空港では、車椅子をご利用している客が、ターミナルビル内外の段差を乗り越えられるよう、専用のエレベーターとスロープを設置してあります。レンタル車椅子も利用することができます。そして世界の空港の格付け調査を行っているスカイトラックス社が発表したワールドエアポートアワード2021で、成田空港が世界で最も綺麗な空港部門で3位にランクインしました。成田空港の広大な敷地が綺麗に保たれているのは、約700人が24時間体制で清掃作業に取り組んでいるからなのです。さらに2019年には最新技術を搭載した掃除ロボットを導入しました。ロボットは廊下や通路などの床の清掃を担当し、熟練の清掃スタッフは壁やトイレなどの繊細な部分があるエリアの清掃を担当します。成田空港ではそのようにして空港をきれいに保つ取り組みが行われています。ローンは美しい成田空港を自分の目で見てみたくなったそうです。日本人女性と SNS を通じてメッセージを送り合ったことをきっかけに、日本の空港の素晴らしさに気づいたのでした。時代遅れと日本の空港について言っていた外国人が、最終的に日本の空港に行きたいと心境に変化があったのは、私たち日本人からしても誇らしいですね。最後にこの出来事について寄せられたコメントをいくつか紹介したいと思います。空港で最初に気づいたのは、入国審査がいかに早くて効率的かということだったよ。長時間のフライトで疲れている時はできるだけ早く出口に着きたいものだよね。成田空港はこの点で高評価だよ。日本料理のファンとして、私は成田空港の日本食レストランに本当に感銘を受けたよ。日本に旅行する時はいつもお寿司とラーメンの天ぷらを食べるんだけど、どれも本当に美味しいんだ。特に出張で疲れた時、ここで食べる食事には癒されるね。日本の空港のトイレと公共エリアの清潔さに驚いたよ。自動便座や手洗い機も使いやすくて、メンテナンスも行き届いていたんだ。私の国にもこんなに綺麗なトイレがあればいいのにと思うよ。英語が母国語ではない方にとって外国旅行は不安かもしれないけど、成田空港では多言語対応が充実していて嬉しかったよ。案内板も多言語で書かれていて安心したしね。英語が話せるスタッフも多くて安心だったよ。成田から東京へ行くのがとても簡単だったことに感動したよ。成田エクスプレスなどの交通の便も良くて、都心へもすぐにアクセスできるんだ。私のように日本に着いたらすぐに観光したい人にとっては魅力的だよ。以上が寄せられたコメントです。日本を訪れた多くの人が日本の空港を称賛していましたね。これからも日本の空港の素晴らしさが世界に広がってほしいと願っています。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。